はい、どうもおはようございます。ベンプリです。今日はジムにいよいよ高速道路に乗ります。 K で乗ることも初めてなんですけれども、今回はそうですね、高速道路でのおよそ 700m 先左方向入り口です。乗り心地ですかね。もともと高速でね走る車じゃないんですけれども、まあ、そういったところのレビューとか、あとは燃費、そして今回の目的地、千葉県の木更津にあるアウトレットですね、まあ、途中海ほたるを経由していきます。まあ、そのわけで今上信越道の藤岡インターに向かってるんですけれども、上信越道から関越自動車道、そして次に外環、そこから首都高速5号線ですね、途中から山手トンネルに入って湾岸線に出て、そこからアクアラインという感じで行きます。まあ、ところどころね分岐とかありますんで、その辺ちょっとね説明しながら行ってみようかなと思います。まあ、群馬県とか、あと新潟県、長野県、まあ、そちらの方から来る方にはねちょっと参考になるかなと思いますので、まあ、高速道路上ちょっとねレビューしながら行ってみようかなと思います。ここから高速入るんですけども、現在の燃費なんですが、昨日ガソリン満タン入れまして、そこで 9.4 を今示しています。下道走った距離は 9.5 キロほどなんですけれども、ここから先約130キロ、ちょっと140ですね、高速で海ほたるまで行くんですけれども、その間まあどう燃費が変化するかですね。じゃ合流なので一気に踏んできます。およそ 1km 先、藤岡ジャンクション右方向、今時速90キロ、前の車について走ってます。回転数の方は約3500といったところでしょうかね。まもなく右方向本庄東京方面です。右側にレーンをお進みください。結構なんか弾みますね。路面がちょっと悪いのか、なんかダイレクトに伝わってくるようなそんな感じです。この先しばらく道なりです。この先合流があります。ご注意ください。いつも三好パーキングですか、そこで一旦休憩を取ります。その先首都高の中ですと、そうトイレ休憩できるところが非常に限られてくるので、必ず三好には、ね、寄ります。今前の車について走ってるんですけども、速度は95キロぐらいですかね、時速95キロぐらい、回転数やっぱ3500ぐらいですね、高めですね。まあ、デルファイアなんかと比べてもしょうがないんですけど、ちょっとね回転数高めかなと。やっぱりこれは軽自動車から、埼玉県に入ります。軽自動車特有でしょうかね、やっぱね。現在燃費の方 10.3 まで上がりました。まあ、カタログ値ですとね14ってなってますので、ね、その付近まで持っていければなとは思います。今嵐山の出口に到着じゃないですね、通過です。距離の方はトータルで今42キロほど走ったんですけれども、燃費の方は 13.5 まで上がってきました。スマートルーツアイナス、この先左からの合流があります。ご注意ください。
大体100キロ弱ぐらいで走ってます。前の車にくっついて走っているので、まあ、90キロから100キロぐらい、まあ、ちょっとね、100を超えた時もあったんですけれども、まあ、なんていうんですかね、なんか100以上は出したくないっていう感じがします。あと、まあ、これベルファイアと比べてもね、しょうがないんですけれども、なんかね、しっかりハンドル握ってないとやばいぞっていう、なんかそんな印象ですね。あと昨年の夏なんですけれども、レンタカー、確か 1000cc の、 あの最終型のゲッツだったんですけれども、それで羽田まで行ったんですけど、どっちが安定してるかなっていうと、ビッツの方がなんか安定してる感じがあります。まあ、これがね、ジムニーなのかなっていうところなんですけどね、高速ではちょっと100キロ以上は出さずに、その100まででなんか走った方がいいかなっていう、私のね、率直な印象というか、そのがっちりあのハンドル握ってないとなんかね、ちょっとやばいかなっていう、そんな印象ですね。まあ、もともとね、速度出して走る車じゃないから、まあ、それがね、当たり前なのかもしれないんですけど、まあ、そんなね、印象です。このまま、三好まで向かいます。三好のパーキングに到着しました。ここでちょっとトイレ休憩してきます。スマートループアイなども受信しました。高速を約65キロほど走ってきたんですけれども、印象としては若干ちょっとね、疲れるかなって、まあ、これもまたね、ベルファイアと比較してもね、しょうがないんですけれども、ちょっとね、気を抜けないような、そんな感じがします。あと本線を走ってる時なんですが、まあ、そんなに弾まないですね。やっぱ路面状況にもよると思うんですけれども、ジャンクションなんかのね、合流とか、あと、まあ、そういったところではね、若干そう、結構ね、ガタガタしたところがあったんですけど、本線の方はね、まあ、大丈夫っぽいですね。まあ、これから外環道入って首都高行くんですけれども、首都高速でね、どんな感じかですね。結構ね、カーブとか多いんですけど、今回通るルートなんですけれども、首都高の方ほとんどね、山手トンネルを通るので、カーブとかはほとんどないんですよね。だから特にそう、ハンドル操作でどうこうってことは多分ないんじゃないかなと思うんですけどね。燃費の方なんですけれども、14.8 まで上がりました。今アイドリングしてるんで若干下がるかもしれないんですけれども、カタログ値よりは少し上回ってますね。まあ、この先、首都高を通ってね、どうなるかなんですけれども。燃料がね、40リッターしか入らないので、往復で300だと、ちょっとね、不安かなとも思ったんですが、これぐらいの燃費が出てれば、まあ全然余裕で帰ってこれると思います。